じゃあお願いします。します。で、今日は、まあちょっと、LINE の方に、こんな感じで、テーマ、こんな感じなんですけど、あと何か話したいことってあります？これ以外にって。あ、でも、うん。こんな感じですかね。大丈夫ですか？ははい。い。OK です。じゃあお願いします。じゃあまじゃあ、ず、オープンイベントの4月1日土曜日の振り返りなんですけども、自分としては今回、まあ、そうですね。参加者が、6、7人そうですね。ぐらいでしたね。うん。で、まあ、今までよりは、まあ、少なかったんですけども、まあ、いろんなことが試せたなっていう。うん。かなと思ってます。まあ、例えば、料理を、まあ、提供して、して出せたっていうことと、今回、まあ、あんまり個別に、連絡しなくて、しなくて、まあ、どれぐらい来るのかなっていう、なっていうところと、あと、まあ、何人くらいがちょうどいいのかなっていう。そうですね。まあ、なんか目的にもよりますよね。なんかイベントのその目的で、前回、前々回みたいな感じだと、まあ、人数が多くてもいいかなっていうのと、今回は、またなんかああいう、本当に、ちょっとゆっくり話せるっていう、一人一人とゆっくり話せる時間が取れるっていうところの目的だと、まあ、なんだから10人くらいじゃないと話す時間が全然足んないですよね。まあそうですよね。で、あとはまあ、料理についてなんですけど、はについては、ちょっと、もうね、結構バタバタしちゃったじゃないですか。い。はい。だから、前半ね、まあ、してしまったから、まあ、今後ね、まあ何人か10人でも、まあ、どうしたらいいのかなっていうのがあって、で、まあ、まあ、なんで今回、そういう料理スタイルにしたのかっていう、まあ、前回とか、ちょっと、ね、料理とかに対して、まあ、高いんじゃないかっていう意見が、そうね、出たので、まあ、今回はちょっと手作りでちゃんと原価をかけてっていうのは考えたんですけど、ただ、どうなのかなっていう。どう思いました？どんな感じですか？やっぱイベント内容だと思うんですけど、例えば前回だと、ただしさん来ていただいてっていうイベント
対しての、まあ、ノンアル4選、アルコール5000円っていうところは、まあ、なんつうんですか、まあ、人によって結局価値観の違いかなと思うんですけど、その空間で、ただいさんのいる空間に行ける金額って考えたときには、自分的には、まあ、その金額は妥当かなっていう。で、今回の場合は、もしあれで料理出さなかったら、本当にただ、うちら2人がいて、だけで、何にも、本当になんか、料理もあんまなくて、5000円とかって言われたら高いなって思うんですけど、まあ、それなんで、まあ、料理出て5000円っていう形、そこの差はあるかなと思いますよね。そこの、まあ、イベントのその目的を毎回明確にしてるじゃないですか。なので、そこで、まあ、分かってもらっての金額でいくしかないんかなっていうのは。確かに。まあ、ただ、集めようと思えば、はい。もっと声かけ頑張れば集まったはい。と思うね、2人でそうですも。ね。ただ、今回、まあ、7人だったので、なんとかできたんですけど、はい。これが20人とか超えてしまうと、全然多分、めちゃくちゃになっちゃったと思うんですよね。ですね。で、こっち側が、まあ、もう、ちょい人数増やすか、時間かけてって感じですよね。2時間だと多分、20人で、全部手作りでなんかあったかい料理をって思ったらちょっときついです。だから、そもそも、まあ、スナックキャンディの形態が、全員でお酒、まあ、作る。まあ、はい。いたママはいるんですけど、全員、まあ、で、まあ、誰か手が空いてる人がお酒作ったりとか、あるものを持ち寄って出すっていうところなので、まあ、話すっていうところが目的だから、そう、まあ、今回はね、そのカフェの試食っていうところもあったから、そうですね、今回出しのたんですけど、目的の一つですもんね、そこは。だから今後はまあカフェの試食も、まあ、作ってもいいんだけども、基本的にはみんなで集まれる場所っていう。本当に何をシュートしてやる日かっていうのが明確になれば、まあ、それに対してこういうイベントします、それでこの金額です、で、あ、これなら行きます、これだと高いから行きませんはもう、来てもらう人たちで選んでもらうしかないんかなと。そうね。で、これで多分今度、どっかのタイミング、まあ、年末に近いタイミングとかに小谷さん呼んで、手打ちチケット会とかっていう、熱帯万博の手打ちチケット会をってなってきて、なるとその趣旨は手打ちチケットっていうところになってきて、まあ、小谷さん来てくれるっていう話とかになってきての、じゃあ、いくらみたいな感じ。で、まあ、それが高いか安いかっていうのは来る人に考えてもらうのとか、まあ、その普段のうちらがやるイベントの中でも、まあ、試作キャンディを作り上げていく、まあ、資金にしていくっていうところが、まあ、理解してもらえれば、まあ、そこの場に行って、で、その金額が、まあ、どうなのかっていう、その辺がどうかっすよね。でも、何でしょうね。
前決めたじゃないですか。1時間3000円で飲み放題で、スナックは、まあ、別に食べてもいいよっていう感じ、まあね、軽はい。食は食べてもいいよっていう感じじゃないですか。はそうすると、まあ、自分と荒川さんで、イベントというか、普通に、ね、今月とか来月とか、スナックやった場合に、2時間だと6000円になっちゃうんですよね。そうですね。うん。そうなると。そうなると、イベントの方が高くなっちゃいますよね。そうですね。あ、高くじゃない、安くなっちゃうか。うん。そうするとちょっと。だからそれも、まあ自分で荒川さんでやるとか、まあ別々にやるとかだけども、まあ、ダイリーママと同じような形、うん、の料金形態でやってみて、どうなのかって試していく必要があると思ってて。確かにそうですね。うん。そう。まあ他のスナックとかは、まあね、女の子はいるところもあるけども、まあワンタイム3000円から5000円。うん。ですよね。ボトルですもんね。うん。荒川さん言ってるボトルっていうのは、ちょっと詳しく教えてもらっていいですか？大体、なんかそのシステム的に、例えば1時間いくら3000円とか、1時間3000円で入って、そのボトル入れるっていうのが、セットで、みたいなところが多いんかなと思う。あ、違う。じゃあ、3000円の中にボトルも含まれてるみたいな感じ。別ですね。ああ。席代が3000円みたいな。ああ。なるほど。じゃあ、ボトルを入れないと飲めないってこと。そうそうです。ああ。なるそほど。こが、なんか、例えば音楽イベントのドリンク、ワンドリンク頼まなきゃいけないみたいな、あうん。んな感じですよね。なるほどね。ヘッドプラスワンドリンク買うみたいな。うん。うん。でも、そしたら、この前、なんか、あれじゃないですか。この前説明した、まあ、来てくれた人に、ダーリーママで、みたいな話とちょっと違ってきてて、なんか、3000円の中に、まあ、店が用意した、一番、まあ、通常の、ウイスキーとのハイボール、まあ、ハイボールを作るセットは含まれてるよみたいなそうです感じね。で説明しちゃったんですけど。多分うちらでもそっち選んだんですもんね。なんかそのうん。一般的にスナックが多いの、多いかわかんないですけど、自分が見てて多いのはそういう。1時間の席代プラスボトル入れるみたいな。そうですよね。その3000円で飲み放題的な、限られたやつは飲み放題みたいな。じゃあ、それはの1時間、まあ、3000飲み放題でいいですよね。まあそうですね。うん。まあ、それで、最初の一杯はビールでもいいよってみんな。そうね。まあ今までのちょっとイベントよりね、高くなっちゃうっていうところはね。そうっすね。まあ人数多いからいいのかっていうところです。ありますよね。まあそうですね。イベントっていうところですもんね。そう。普段の営業じゃなくてイベントだから。
いいのか。じゃあ、これはこれで。で、これをと、前決めたのが、いいですね。これをコピーして、これを編集して、一回ノート、ちょっと更新しました。見れます？まあ、飲み放題3001時間で、最初に一杯ビール OK で、焼酎、ウイスキー、乾き物。まあ、10人だったらこんな感じみたいな。で、ウイスキーボトルは、まあ、他に5000円、7000円、1万円の用意しといて、あとシャンパン、ワイン。こんな価格帯で。で、まあ、ビールとか生ビールは、まあ、生ビールはちょっと検討なんですけど、こんな感じでまあ、やってみますか。そうですね。わかりました。あと何か感想とかってあります？そうですね。まあ、ちょっと照明、今回変えたじゃないですか。まだなんか、何色がいいのかが。そうですね。確かに。全部赤だとちょっと暗かったんですよね。そうですね。やっぱ手元が、そう。でも、まあ、本物のスナックキャンディーとか見てみると、そこまで、ね、暗くないっていうか、赤、真ん中、まあ、白とか明るいやつで、両サイド赤とかに試してみればよかったなって、あの後考え、思ったんですけど。確かにね。いや、全部同じ色で統一するよりかは、もしかしたら赤いけど明るいみたいな感じになったかもしれないですよね。そうですよね。なんかキャンディから、ちょっと今共有しますね、画面を。画面共有。これでいいのかな？これ見れます？まあ、こんな感じなんですよね。照明って。なるまあ、ほど。壁が暗いから、黒いから、まあ、このちょっとぼんやりしてる照明っていうかね。こんな感じなんですよね。まあ、照明明るさいじれるから。
そうですね。いろいろ試してみたいですね、また。そうですね。うん。そうね。まあ、こういういろんな、まあ、ちょっとね、このオレンジっぽいのがあったりとか、白っぽいのがあったりとか。うん。で、まあ、影は影として、多分演出としてあると思うんですよね。うん。だこういう、まあ、ちょっと真ん中明るくして、真ん中に集まるようにみたいな。あとテーブルのところに集まるようにみたいな演出が、ただいさんやってると思うんですけど。う確かにそうん。ですね。うん。ね、こういう、まあ、あとはここの上のところとか。うん。まあ、そういうとこですよね。うん。まあ、壁が今んとこ白いからね。うん、そうですね。ね。まあ、白くやっちゃうと全く明るくなっちゃうから、ちょっそうとで暗さを落とすぐらいでもいいのかなっていう。照明の。感じはします。うん。ちょっとまた試しましょうか。すね。うん。ですね。照明はそんな感じですね。ちょっとね、写真、中にいると全然わかんなかったんですけど、うん。写真とか見ると、すごい赤いなっていう。真っ赤ですよね。うん。あれでも、多分あの写真の色って真っ赤じゃないんですよね。オレンジっぽくしたんですよね。うん。うん、そうそうそう、まだそれね。でも赤かったですよね。うん。だから、そうね。そうね。まあ、昼間また明るく、シャッター閉めて、多分テストしてみないと、わかんないですよね。うん。そうね。もうちょっと、うん。だからまあ、昼間の照明は、明るすぎるじゃないですか、それって。うん。もうちょっと、暗い色に落とす感じでもいいのかなっていう方ですかそうですね。ね。うん。あとはありました？とは、まあでも内装はこれから、あれですもんね、打ち合わせしててだし、そうですね、内装が、使ったテーブルとかだとちょっと大きいじゃないですか、サイズが。だからちょっと両サイド通りづらさがあったんで、その辺は多分その内装を決まってくればそうです問ね。題ないんかなっていうのと、あと二回りぐらいちっちゃいのいいかもしれないですね。そうですね。こんな感じですかね、じゃあ。こんな感じですよね。で、次、ちょっと、ただいしさんとの打ち合わせ日程っていうことで、まあ、これ、2番、3番、ちょっと、被っちゃうんですよ。伊藤、インテレクトの伊藤さんいるじゃないですか。で、伊藤さんに、この前、ちょっと街中補助金について、リゾネートでやってくれたんで、で、間に合うかどうかっていうところも含めて相談はしたんですよね。で、そしたら、一応まあ、もしかしたら間に合うっていうところで、で、伊藤さんの部下の人が、街中補助金の申請までしてくれるということなんですよ。ただ、まあ、ね、そのコンサル代っていうか、その、まあ、出す料金が25万円ぐらいです。
まあ、なそるれほもど。含めてっていう感じで、で、ただまあ、その伊藤さんのところで工事をしてくれれば、その工事代金を上乗せして出すと。で、もし、ただしさんの方で工事もやるんだったら、それはそれで25万円だけもらえればいいよっていうことなんですよ。で、まあ、その中にはその申請代と、報告っていうところも含んでっていう形なので、そう。だからそういう、まあ、やりとりとかも含めてなので、それはまあ、それでいいのかなとは。まあ、伊藤さんにもお世話になってるからいいのかなとは思ってるんですけど、ただ、ただしさんにそれを、説明したら、まあ、なるほどって、それでは予算をどうするかをまず話したいですって、補助金を使う、使わないの前にっていうのが返信できたんですよね。で、まだ、まあ、補助金使う、使わないっていうところまでは、まあ、一応、使う方向ではこっちとしては考えていたんだけども、まあ、トップ下の中でもう一回ちょっと、ね、その150万円っていうね、デザイン料込みの、設備費っていうか、これ、まあ、工事業者によってそれがね、いくらになるのかって、施工費って入ってるのか分かんないし、実際、ただいしさんがこっちの業者さんに頼んで作った時の料金なのか、材料代だけなのかっていう、ちょっとわかんないので、そうですね。で、それも含めて、ちょっと、ただいしさんと話したいなとは思ってたんですけども、荒川さん、今週だと、6日が、もしかしたら参加できる？そうですね。6日、軽井沢行ってるんですけど、まあ、その時間だけ。参加できる感じ。そうですね。なるほど。でも、送迎の時間とかは難しいですもんね。そうですね。まあ、参加する人は本当に、送迎終わって、もう、終わってから、携帯で参加みたいな感じ。じゃあ、今日と同じ、6時ぐらいがいいです。軽井沢なんですよね。軽井沢行って、そっか。そうですね。の方が確実かもしれないですよね。ちょっとね、7時から用事があるので、6時だとちょっと厳しいかなーって。そうすると、5日も厳しいから、5日はそうだよね。保健所。5日は全く無理なんですもんね。そうなんです。5日午前中に病院に入院した時の退院後の受診が5日の午前中にあって、ここは保健所が来るからちょっとバタバタしちゃうから厳しくって、金曜日。曜日1日御用聞きなんですよね。そっか。なんで、6日、例えば1時とか1時半、1時半ぐらいだったら、参加できて、あとは本当に、送迎がちょっと読めないんで、軽井沢行って帰って、6日の1時半。1時半、もしくは、あと、なんだろう、送迎。送迎終わって5時とか5時半とかだったら、これ運転中なんで、ぐらいになっちゃうかもしれないですけど。もしくは5時半。そうですね、5時半。5時半ぐらいだったら、
だとちょっと微妙かな。あと5時半だったら、うん。もう少し、施設戻れるかな。ああ。まあ、もしくは途中で運転中とか。そうですね。まあ、あれですね。うん。画面は、まあ、見なくていいですから。だけさん、声とね、反応だけしてくれれば。はい。そうですね。で、まあ、着くまでの間、着いたら、パソコンつないで、みたいな感じ。じゃあ、6日の木曜日の1時半から2時半の間、もしくは5時半から6時半の間みたいなそうですね。感じで、7日。で、ちょっとそれで、ただしさんに発信してみますね、これは。うん。ちょっとね、メッセンジャーでやりとりだとね、どこまで詳しくっていうか、全部正しさに今、あ、ごめん、あ、間違えた。ちょっと待ってくださいね。エンターを押したらそのまま行っちゃったから、練習もできない。一旦これ、削除。いっか。その後にこちらの。こちらの日時ではいかがでしょうかということで。うん。送ってみました。はい。で、まあ、そうですね。街中補助金っていうのが、うん、高崎であって、一応まあ、150万円。工事費がかかる中の、まあ、75万円っていうのが、まあ、町中華補助金で出るかもしれないっていう、うん、ところと、まあ、残りについては、できればクラファンでやっていきたいなっていうのは、ありますね。はい。だからまあ、そのクラファンについても、ちょっと、正石さんにアドバイスをいただいて、っていうところだと思うんですけども、うん。あれですよね、総裁区、補助金使えず、プラファン集まらず、でも、いけるかどうか、みたいなところですよね。基本的に、金額が、まあ、いくらで、ファーストステップがいくらで、みたいなのが分かれば、例えば、最悪何も使わなくても、自己資金でいけるかどうかっていうのが、そうですね。まあ。そうですね。その場合には、あれですね。まあ、代理ママも、ね、募集してっていう形と、うん。あ、いずれも大丈夫だって、すごく早い。どっちが荒川さんいいですか？確実なところが。まあ、1時半は確実。多分1時間ぐらいですもんね。多分3時になったら、また送迎で運転でみたいな感じだったんで、1時半で1時間だったら大丈夫だし、5時半で、多分送迎は終わってると思うんで、どういう参加になるかだけで。1時半にしますか？そうですね。で、1時半から2時半の間で、ズームということで、さすが。それでは、1時。ズーム。あと、別は、後ほど、お送りします。で、いいですよね。1時半からで。はい。じゃあ、これ、ただいさんと。
かりました。ですね。それでもしね、マシアガオ商品もクラファンも頼らないということであれば、完全な店の利益から出すのか、まあ、先にね、支払いはあるかもしれないけども、できればその利益から、まあ、オルトラカさんの人件費は出ないんだけども、当然ね、そそうこは出ないでけども、かかった材料費とか、すね。まあ、食材費ぐらいはしょうがないとは思うんだけど、そこはね、みんなでっていう感じで。まあ、クラファンやるにしても、多分後からしか入ってこないじゃないですか。1ヶ月。まあそうですよね。1ヶ月終わってから、翌月の末とかに入金だから、結局そこまでの、ね、資金は、なんとかね、と思ってて。で、そのためには、そうですね。まあ、自分たちが稼働するのも必要だけども、まあ、なるべく代理ママにやってもらってみたいな。そうですね。で、やる日数を増やしていかないとってことですよ。まあ、ずっとやってないんじゃ、結局無駄になっちゃうし、と思って。ね。で、まあ、調理器具とかいろいろ買ったじゃないですか。で、まあ、忠石さんが作ってくれた、図面っていうか、に、あれを見ても、結構その、なんだろうな、表から見えるところっていうところが非常にやっぱり重要じゃないですか。入り口入ってすぐのところ。っていうところで、そのところに厨房の方も入ってるんですよね。面っていうか、だからそこをと厨房の中に、ボトル棚とか、で入ってるから、まあ、そこってちょっと、ちゃんとは書いてないから、まあ、そこもあんまりいじれないっていうか、っていう感じもあって。まあ、ただね、今のままだと、ちょっと食器も、全部は置けないじゃないですか。だから、俺と荒川さんと時間あるときに、一回全部、中身を出してみて、で、どれぐらいのその収納が必要なのかっていうのが、やってみなきゃいけないなっていうのは、ありますね。あ、それで今日、水道設備屋さんに来てもらって、製氷機を設置してもあ、らいほんまとですした。か。ありがとうございます。で、やっぱりホースがあったじゃないですか。給水ホースと、あと、排水の管、排水管が、冷蔵庫のホールドテーブルの裏に通ってたんですけども、実際、もっと製氷機を近づけた方がいいと思って。実際、まあ、何、ジュースとかお酒作るのって、結構、まあ、水道のね、ところに近いところで作るじゃないですか。氷とか、やったりとか。だから、コールドテーブル、まあ、ラックがあった場所に、製氷機を持ってきました。そうすると、排水も近いじゃないですか。で、排水も給水も近いから、トラブルがないんじゃないかっていう。確かにそうですよね。で、手前に、ね、厨房入るところの手前にあっちゃうと、結構邪魔じゃないですか、あそこって。構邪ぶつ魔かですったね。りとかね。動線として邪魔なんで、一番奥に持ってき、奥っていうか持ってきて、で、手前のところは、もうお客さんが見るところだから、そこにラックを持ってきて、で、まあ、ラックガタガタするから、そこに木の板をやって、ボトルとか、そういうのを飾った方がいいんじゃないかなと思って、なので、そういうちょっとレイアウトにしたんですけど、確かにホースが長ければ長いだけトラブル起きる可能性高くなりますもんね。そう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 、
やっぱり、管の、管の中も汚れたりとか、詰まったりとかね、やったらまずいし、給水だってあんなに長いので、結構ね、トラブルあったりとか、多分劣化してきて、途中で取れたりとかね、した時にっていう感じで、で、もう一つが、流しあるじゃないですか。あれも、流しをなんていうの、排水するところ、排水口みたいなところはっていうのがちっちゃいから、あれは、中古の早めに見つけて、で、また水道設備屋さんに取り付けてもらって、やった方が使いやすいのかなっていう。ちょっと使いづらかったですもんね、あれね。使いづらいです。すぐ溜まっちゃって、水が。そう、詰まっちゃうしね。どうやっても。あそこに、ネットもかぶせらんないし、あのちっちゃいやつじゃ。家のやつだったらね、ネットのかぶせられたりとかするけそうですど。ね。蛇口が遠いっていう、洗いづらいって。だからそれも含めて、ちょっとあそこはね、改良の余地あるかなっていう。あと一番奥のタンスとかね。れ、そうですよね。いらないっちゃいらないですもんね。あれもうだっちょいたらあのもう使い全勝部手がいいやつに。オープンのね、あの棚でもいいと思うし、まあ、普通に、まあ今お店の方に出てるね、棚みたいなやつの方が出やすいと思うし、そうだね。まあそんな感じで考えてます。じゃあまあ、そうね。で、次は、カフェをどうしますかっていうところですよね。カフェメニューについてっていうことなんですけど、4番目。メニューでも美味しかったっすよね。あれを改良してって、まあ、ランチメニューにしていけば、そこでいいんかなって気がしましたね。メニュー自体は多分いいかなっていう気は。カフェ自体ですね、そのオカープンっフェ。ていう。そうですよね。どうアクションすればいいですかね。その、スタッフ候補、店長だけじゃない募集のかけ方をした方がいいですかね。そうですね。今多分店長だけで出てるじゃないですか。そこを、パートを。パートがうまいこと最初から集まればいいんだけども、ただ管理する人が必要になってくるから、いいんですよね。そうなんですよ。だから自分としてはまず、まあ、やりやすいのは、なんだろうな。まあ、昼間はちょっとレンタルスペースな感じで走らせといて、まずそのスナックの方が完成次第カフェを始めていくみたいな。確かにその内装段階踏んできますは、多分スナックキャンディー高崎なら OK じゃないですか。カフェだとそこが段階踏んでの方が、来る人が分かってくれるかっていうところも。そうなんですよね。で、カフェの方がやっぱり運転コストはかかるじゃないですか。コスト確かに的にそうですすごくね。かかっちゃうから、もうその人件費もそうだし、材料も、まあ、来ても来なくても毎日仕入れは必要だから。そうですね。で、あとはまあね、その、まあ、宣伝費っていうか、食べログとか、わかんないけど、ホットペッパーもあるのかな。スナック、キャンディー高崎である程度動いて、
内装決まっ Airbnb。てからの方がいいと思うんですよね。椅子がないから。そうですよね。まず、そうまあ、そう、そテの、ーブルと椅子がないから。まあ、どのステップでオープンするかですよね。あとはその段階踏んで。だからそこはね、そう、今の状態でカフェ、店長さん、例えば、なんだろうな。じゃあ店長やってってなった時に、テーブルと椅子はないんですか？みたいな。まあ、確かに。借りればいいんですけど、ただ毎変なこ回、とをね、そうですよね。段階踏んでっていうのができないですよね、カフェの場合ね。ですよね。で、そう、カフェの方、まあ、スナックの方って結構、なんだろうな、話ができるから、まあ、リピートにもつながったりとかはすると思うんですけど、カフェの方って一見さんってやっぱりね、多いじゃないですか。で、他と比べられるっていうか、感じだから、一回来て、ええみたいな感じになっちゃうと、二度と来ないっていう、ところがあるから、ちゃんとオープンした方がいいかなっていう。確かに。その全部完成なのかわかんないですけど、とりあえずまあテーブル、椅子で、多分ファーストステップはそこですよね。ファーストステップでどこまでできて、まあ、これならカフェオープンなのか、まあ、セカンドステップの時にオープンなのかみたいな、そこは、なんか、確かね、ファーストステップ見てからちょっと考えますかね。だから、まあ、荒川さんがそれでよければ、荒川さんカフェやり、まあ、将来的にね、夢としたカフェやるじゃないですか。だからそこが、もうすぐやりたいのか カフェに向けて、準備していって、例えば1年後にカフェがオープンできればいいかなっていうのか。まあ、妥当なタイミングで、あれですよね、最短でいきたいですけど、今が妥当かって言われたら、完全に妥当じゃないんで。そこはただの焦りにかなんないかなと、まあ、ゆっくり考えて、まあ、全然スナックが回ってくれてれば、カフェ自体のオープンが、同時じゃなくても全然、しっかりオープンできるっていうタイミングで最短でいきたいなっていう感じですか。まあ、普通の、まあ、居酒屋とか考えても、まず夜しっかりして、で、じゃあ昼営業もやり始めましたみたいなね。ですね。だスナックは、まあ、今日やってなくても、ああ、休みなんだって諦めつくけど、なんかカフェはいつやってんのみたいな。なっちゃうかな。まあ一応看板はね、両方つけるんですけど、一応看板にもちょっと、昼間はね、もし店の前に来てくれた人がいるじゃないですか。で、問い合わせとかもあると思うんで、ちょっと今準備中みたいな感じで。で、夜だけいついつオープンしてますみたいなカレンダーやって、行けばいいのかなって思ってて。カフェは本当、なんだろうな、大事に行きたいなっていうのは。今は違うっていうのは確実にわかりますね。ですよね。まあ、やってもいいんですよね。ただ、すごい、コストがかかるっていうかね。そうですね。あとなんかちょっと適当な気がしますね、自分でも。この状況でやるっていうのは、何かその。まあ、前の自分がやってたカフェみたいに、なんか本当に火曜日と木曜日の午後2時から5時の間で、知り合いが来てくれたり、来てくれなくても、なんか自分のジムスペース、
っていうか、気分転換スペースと気分転換の、もう、憩いの場としてね、自分のためになるんだったらね、全然お客さん来なくてもいいと思うし、もう来たら来たでね、楽しいと思うからいいと思うんだけど、で、そこ人を雇ってってなっちゃうと、もうそれだけでね、やっぱり、まあ、雇われてる人もね、お客さんが来ないんじゃやる気なくなっちゃうから、それで売り そ上うげが、ね。どうとか言われてもっていう。そう、いや、ね、固定給もらえてもやる気なくなっちゃうと思うんで。本当ですよね。なんかね、楽したい人だけが残っちゃうみたいな感じ。モチベーション低そうな。だから、あとは、まあ、ワンオペでね、どうせやることになるので、そういうメニューに関しても、まあ、この前のメニューで、果たしてワンオペでできるスキルを持った人が来るのかっていうところ。お客さんが来る前に、ね、事前に、もう、7割ぐらい、事前準備ができてきて、あとは、まあ、焼いたりとか、まあ、盛り付けしたりとかして、本当に、まあ、10分ぐらいで提供できるのかどうかとか。まあ、事前予約っていうのが入ればね、ある程度時間は読めるけども、それがわからないので、そういうのも、ね、まあ、スタバみたいに、ショーケースにサンドイッチとか、あとね、ケーキとか並べといて、で、お客さんが注文してそのまま出すんだったら、早いと思うんですよ。で、まあ、ちょっとしたね、ランチプレートだったら、それを組み合わせたりとかして、乗せたりとかは、全然早いと思うんですよね。そうだったらね、もう見たまんまでなくなったらその中が選ぶっていうような感じだから、ドリンクだけ作ればなんとか出せるし、まあ昼間からお酒飲みたいっていう人がいれば、別にそれはね、教えとけば作れると思うから。そうですね。まあ、ランチはその限定、まあ、当初、初めは限定10食でスタートじゃないですか。だからそこだけですもんね。あとは多分、ランチなければ、で、デザートとか、スイーツ系は盛り付けるぐらいだから、そのランチプレートがどのぐらいかっていうところですよね。そうですよね。それはね、多分ね、店長さんやる人も一緒に、やっぱり修行じゃないけど、ある程度一緒に作ったりとか、まあ、ちょっと経験がある人の方がいいと思うんですよね。そうですなんか募料集理。要項で少しあれですよね、その、ある程度料理ができる人みたいな感じの要件で募集かけて。確かに。そうですね。でも本当にラックスルとかで配布しちゃう感じで募集かけた方が。例えば、あの辺の地域の人っていうんで、ターゲットを絞れるじゃないですか。そうですね。そのラクスで募集かけるのも、その、ちょっとタイミング、時期をまた検討してやっていくっていう。そうですね。内装の進み具合ですよね。そこが一番かな。そうですよね。で、あとまあ、お客さんの中で、そういう、次のテーマなんですけど、まあ、代理ママとか、レンタルスペースっていうことで、代理ママは、まあ、一回来てくれた人とか、まあ、この前の安藤さんみたいな形とか、今まで来てくれた人とか、まあ、男でもいいんですけど、人がまずやってくれてっていうのとか、あとは、まあ、その知り合いでも全然いいんですけど、一回、なんか知り合いだったら、一回見てもらって、打ち合わせしてから、これでいいよっていうことであればやってもらうみたいな。
中にはね、わかんないけど、なんかね、いろんなイベントやってる人がいるから、あんまり変な風には活用してほしくないなっていうのはあるし。そうですね。そこはちょっとあれですよね。選定したいですよね。そうですね。だからそこはね、ちょっと、一回飲みに来てくれた人に関しては、全然そのままね、使ってもらって。あとそで、の、代理ママを複数人でやってっていうのはありかなと思うんですよね。で、あとはその、レンタルスペースの件なんですけど、例えばその、今、カフェをやる前っていうか、オープンする前とか、だったら、朝とか昼とか空いてるじゃないですか。じゃそこを、レンタルスペースとして貸し出すのありのかなっていう。ありっすよね。個人じゃなくて、団体で。個人だとね、仮のやり取りとかちょっと大変になっちゃうから、毎日使いたいっていう人がいれば、それは別にいいんだけども、確かに。ただその横でね、イベントやりますって言ったら、多分うるさいってなっちゃうと思う。なるべく、何人以上だろうね。5人以上の団体でっていう形で、なあ。レンタルスペースだと、いくらがいいです？レンタルスペース。1時間いくらにするのか、人数なのか。1時間。それは準備も含めてなんですよね。入った時間から出る時間みたいな。なんか、どこだっけ、毎日調べたところは、1人1時間いくらで上限いくらみたいな。だから人数が増えても上限が待っててみたいな。少人数だと、その割合が大きくなっちゃうから、一人いくらで。確かに。そうですね。どうなんだろう。500円とか一人。そのぐらいなイメージですよね。で、上限3000円とか。ですかね。その片付けまでしてもらってってことですもんね。もうあ、最初の状態から、掃除して帰ってもらってって。そうですそういえばね。そこ、人件費かかんなければ。3000円で1人500円で。確かに。一人とかやってないですもんね。高崎市の貸し可能なレンタルカフェまとめっていうところで、1000円から4620円みたいな。あって、これなんで1000円から4620円なの？なんでこれ1000円か。時間。時間でやってるんですね。
あ、日によって時間でやってますね。平お日だったら1155円からとか、で、2時間以上から利用かとかだったら、4620円とか。カフェ内1席レンタルプランは1時間660円。2名以降は1人追加に月600円とか。まあ、ドリンク付きですよね。ドリンク付きだと人がいるから。ちょっとね、原価高くなっちゃいますもんね。そうですね。で、本当にフリースペースで全部やってもらって、そうですね。時間1時間当たり1人500円。上限3000円だと6人。6人以上で上限。10人とかだったら1人300円とかですよね。そうですね。そんな感じですかね。一人で1時間だけ行きますっていうと、500円でいいのかなって気がしますけど、あまり、2でも人以上。他っちもそんな感じですもんね。1から600いくらとかでしたもんね。そうですね。まあ、あとはもう場所貸しで、ね、やってますね。一人できたら1000円で、二人目から500円とか。ああ。で、1時間1人。1000円で。二人目から500円で、上限3000円で。2人目からプラス500円。で、上限3000円。じゃあ2人だったら、1500円ってこと。1500円。そのなんか1人だったら1000円だったらまあ妥当なんかっていう。で、5人だったら、1人600円。そうですね。で、プラス税みたいな。外税でやれば。確かに。そうですね。で、ペイペイで払ってもらえば、あそこにペイペイがあるから。コードがあるから。そうですね。先生はいなくても。そうですね。そうだね。一回でも、そう、会員になってもらった方がいいですよね。みんなないとそうですね。で、鍵の場所とか、はい。会員の人にね、会員費はどうします？くてもいいような気も。無料で。初年度無料？初年度2無年料。目以降は検討で。まあ、2年目以降はカフェやってるから、ないかもしれないです。
そうですね。彼が始まっちゃったらなくなっちゃうから。だ、定休日ぐらいです。定休日に使える家具。まあ、それはそれでまた考えますか。だですね。ね。で、まあ、会員、一応、まあ、会員が、になってくださいみたいなね。やっぱ情報を知らないと何かあった時ありそうもんね。そうね。まあ、会、ね、戸締まりの問題とかもあるから、はい。そう。わかりました。で、時間は24時間？なんですかあ、ね。24時間じゃダメか。スナックの時は、どうなんだ？定休日は、やっぱ夜はあれですよね。あんま遅いと、近所に迷惑ですよね。そうね。じゃ、9時から19時までとか。で、スナックある日は17時とか、仕込みの時間とか考えると、準備。朝9時から、まあ一応19時で、スナック、まあそれはまあスナックやるときは予約入れなきゃいいんですよね。スナック最優先で入れれば。ますね。まあ、例えば、会議とかで使いたいっていう人もいるかもしれないし。はい。どうしようかな。18、19時。そうね。団体で飲み会やりたいって言ったら、その主催者に代理ママやってもらえばいいんですもんね。うん、そうですね。いいですね、それ。そうね。で、普通に使うのは、じゃあ19、一応19時までにしといて。しましょうか。まあ、スナックもね、あれですね。時間が、代理ママのスナックの時間は、時間は、一応まあ、じゃあ、5時から、じします。今日は準備も含めてだから、で、大ママの場合ってお客さんが料金もらえなければ、まあ、場所代は発生しないじゃないですか。こうやって。だからまあ、5時から入って準備も含めて、で、お客さんが来て、そこからの料金だから、まあ、一人も来ないってことはないと思うんですよね。そんな感じにし、で、いいですか？場所代とかって。初代、その全体的な代理ママですか、その飲み会やりたいっていう人たちの代理ママの時です。あ、両方ですね。両方。はい。場所代は、いいっすよね。で、まあ、例えば、まあ、スナックの話になるんですけど、スナックやりますよ、大魔王やりますよって言って、例えば、じゃあ、7時からですってなった時に、
どうしても準備、その人いるじゃないですか。なんか、食材持ってきたりとか、簡単なちょっと準備したりとかっていうことで、まあ、6時から入るか方もいらっしゃるし、その7時からって言っても、ね、結構30分前に来ちゃう人もいるかもしれないから、となると5時ぐらいから準備が入る人が多いのかなって思っちゃうと、一応まあ、スナックの営業時間を5時から23時とか、例えばしておいて、で、まあ、ラストオーダー10時とかにしてもらって、で、片付けも含めて23時には出てもらうみたいな、のがいいのかなって思ってて。ですね。どうでしょうかね。いいと思います。それで場所代は特に取らずでも。まあ、誰も来ないって言われることはないと思う。で、それ、誰も来なかったら、それはそれで、まあ、なんか、考えましょ そうですね。普通のスナックだったら誰も来ない日はあるかもしれないですけど、代理ママ制でこの人ママやりますみたいな時は、多分やる人も声はかけるかなと思うんですよ。そうですね。まあ、誰も来ないってことはほぼほぼないかな。まあ、例えばね、自分たちの、もともとの知り合いがね、親しい人が代理ママやりたいっていうことであれば、まあ、自分か荒川さんがどっちか、ね、お客さんと一緒に行ってもいいだろうし、まあ、その時はね、お金払わなきゃいけないけど、それでお店に70%。そうね。だから自分たちがやるときも、まあ、このママの分の報酬をもらうかどうかっていうのは微妙なんですけど、まあ、あれに当てたいですけどね、の設備費とか。まあ、ただ、ね、お酒類はこっちで買って常備しとかなきゃいけないから、そこのね、食材費は確保しそうとかないといけないと思うんですけど。まあそういう食材費としてね、ストックしといてもいいかもしれないしね。ですよね。方がいいですよね。結構ね、最初はかかっちゃうと思うんですよ。そのシャンパンとか、ね、揃えなきゃいけなかった。ワインも揃えるとかなっちゃうと。わかります。じゃあ、それでやってみますか。そうですね。荒川さん、なんだっけ。今、荒川さんが楽しそうでお願いしているホームページ屋さんいるじゃないですか。あの人とか、安いですか？安いは安いと思います。どのぐらいの程度でいいかだと思うんですけど、そうですよ初ね。めのあの佐野城のホームページだったら、全然安くやってくれました。あと今、あれですよね、なんか、補助金とか使えたりとかしますもんね。そうですね。でも、自分が使ったときあれ、新群馬チャレンジ補助金、もう終わっちゃいましたもんね。なんかね、でも、営業の電話かかってきて、なんかその補助金も使えますよっていうあ、そう話ですか。なんですよ。じゃあまたなんか出たんですかね、新しい。ね、もしそういうのが使えればね、そうですね。こういう情報もそこに載せたいと思うし、で、今日誰ママですみたいなのが分かるといいですよね。そうですね。そうね。ありました。Facebook、インスタとかでも、まあ、今までの人はね、Facebook とかで繋がってるからいいかもしれないけどね。あ、もう7時40分になっちゃった。
あと、その他はどうですか、荒川さん。その他は特にないっすね。ただの、どうなんかなと、今ちょっとの飲み放題の3000円が。高い。いや、どうなんかなと、2500円なんかな。でも、でもまあ1時間、まあ、イベント2時間5000円と同じになるじゃないですか。確かにね。ただそこがイベントと普段とが同じで、だまあ1時間2500円とかの方が、継続してきやすい。確かにね。月に何回か来てもらうんだったら、うん。まあ2500円とか、1時間2500円で、飲み放題って言っても、2500円分飲むかっていうと、2500円にします？2500円、ちょっと一回あれですよね、その、大体月どのぐらいの金額になるかも、一回出して考え直したいですよね。そうね。1ヶ月どのぐらいになるかっていうのは、シミュレーションでっていうか、実際にっていうこと。いや、シミュレーションで、後で、なんかこう、何日、月、やって、何人ぐらい来て、いくらぐらいになって、で、まあ、それでスナック経営がやっていけるかどうかっていうところが。そうですね。ただただ単純に安くしてもっていうところもあるし、理解してきてもらうとしたら、そうね。考え直して。まあ、でも単純に考えると、その、まあ、3000円だと、まあ、1日10人来る計算っていうことだと、3000円だとお店ってまあ2万1000円だから、まあ、20日間もし稼働したとして、42万円。で、まあ、お店の家賃とか10万円と、お在住酒費ととか。か買って5万円と、まあ、水道光熱費とか買って、まあ、高くても20万ぐらい。そうすると20万ぐらいがプールされて、まあ、20日間稼働したとしても20万円しか残らないですね。で、10人来たらってことですもんね。で、それを2500円にしてしまうと、10人だと、でも106人分の1、か。そうだよね。6分の1ぐらいですね。まあ、10人がね、1時間で帰る計算ですよね。だ5人が2時間で確かも。に。だから、まあ、現実的なとこなのかなっていうのは。あとはその3000円だと月1回で、2500円だと月2回だってなると、来やすさって、今出てくるじゃないですか。3000円と2500円で。2時間5000円だったら2時間も行って、まあ、月2回行けるとかなるのか。3000円で2時間で6000円だと月2回はちょっとな、みたいになっちゃうか。そうね。
2500円にしちゃいます？なんか2500円だの方が、3000円だったら、回数いかなくなっちゃうかなって気がしますよね。じゃこれ2500円にして、まあ1時間ですよね。そうですね。で、まあ30分ごとに、プラス、いくら？50ですか。1000円とか1500円？それとも1250円？2500円だったら10分で250円とかであれなんですかね。あ、10分単位します。あ、30分単位で、で、1250円で、ああ、じゃあそこはもう完全に半分で。いいかなと思いますよね。そうですね。で、例えば、まあ、10人で1時間だったら、2万5千円で、2万5千円の30%って計算できます？ 7500ですか。7500 円。で、まあ、お店としては70%って計算できます？175ぐらいですか。175ですか。175。05かと。17500。はい。して25,000円です。そうですね。あと20日稼働したとして、17500かける20日、35万か。15万。引く維持費と一緒に20万だから、まあ15万プールできて、年末のスナックキャンディーに投資できますかね。そうですね。まあスナックキャンディー代と、スナックキャンディーじゃないや、天才万博天才代、万博。スポンサー代まあ、と、スポンサー代と。みんなの交通費とか、そうですね。まあ少しちょっと負担してもらうかもしれないですけど、そうね。それに使えたらいいっすよね。そうですね。一人の人が来れる回数が増えた方が、確かに。そうね。気軽にね。1そう時です間だね。ね。で、まあ、居心地が良かったらね、1時うん。間半とかいてもらえばいいと思うし。まあ、あとは遅れてくる人もいるかもしれないから、その辺の時間管理は、そうでまあ、タイムカードとか特にないからね。すね。まあその辺はママにちゃんと管理してもらわないといけないから、そこはまあ信用がね、やっぱり。そうですね。なんですか、オーダー取るようなやつに、まあ、何時に来たかって書いといてもらえば。そうですよね。ありました。あ、それで、自分と荒川さんの、例えば、スケジュールで、まあ、第2週の何曜日とか、第4週の何曜日は、自分と荒川さんが開けますみたいな、やっといた方がいいと思うんですよね。自分たちでも。で、それに向けて、自分たちの、まあ、呼びたい人を呼ぶっていう。感じで声かけは必要だと思ってて。
金曜日にあれをするかしら、障害の方の。何金曜日？第4金曜日に、ああ。障害関係の人たち、いいんじゃないです集か。まり、今、障害の人だけじゃなくて、まあ、誰でもみたいな感じではあるけど、メインは障害福祉の人たちっていう。まあ、介護も、集まるみたいなもん、ちょっと、障害寄りみたいな。障害よりで、障害の人だけじゃないよっていう。興味ある人がね。確かに。あと、中旬、平日の中旬ぐらいですかね。第二。第2、だと忙しい。第2木曜日とか。第2金曜が原因もあります。そうね。水曜はダメなんでしたよね。水曜日でも大丈夫だと思います。第2だったら。まあ、火曜。第4にやって第1じゃあれですもんね、連チャンになっちゃうんですもんね。5週目があれば、間含まれますけど、5週目あるときって結構少ないか。そうですね、第2か第3ぐらいですよね。第2ぐらいがまあちょうど感覚的には。そうですね。第2水曜だと、第2水曜ぐらいがちょうどあれですかね。そうですね。週半ばで人もちょっと息抜きできやすいですかね。まあ、俺は朝3時半から起きてるから、まあ、でも大丈夫ですよ。まあ、前日ももしかしたら飲み会かもしれないけど、別に、大丈夫です。まあ、だから自分が今度主催になった時は、まあ、荒川さんに迎え来てもらうか、もしくは飲まなきゃいいんだから、無理やり飲もうとするから大変なだけで。飲むなら車出します。そう、結構、あれなんですよ。何？ 5000 円ぐらいかかっちゃうんですよね。代行代が。意味な距い離ありまな。すもんね。まあ、意ぜ味なひ行っくはていないただけけど、る。楽しいからね。いいんだけど。全然 送りますそこは。ありがとうございます。第2水曜日にしますか？そしたら。そうですね。じゃあ。
今も。じゃあ、俺と荒川さんの代理ママは第2。2、水曜と、第2水曜は誰でもでいいですね。そうですね。わかりました。今月ってどうします？今月、できなくはない。内容はですもんね、できないですもんね。ただ、告知として、もう今週は厳しいでしょ。で、来週も結構厳しいと思うんですよ。だからやるとしたら、20日は開けたいんだよな。明日告知するとして、まあでも大丈夫。ネオンボートレースもあるしな。今月、あえて、下旬ぐらいに一回やるみたいな。そうですね。まあ、26か27かとかね。そうですね。まあ、20、あ、29はダメだ。30とかね。26、7ぐらいのが集まりやすいですかね。うん。一応だと、27ぐらいにします、木曜日。しますか。4月だよね。4月27日、木曜日。19時から。やりますか。大丈夫ですか。大丈夫です。で、その頃にはもしかして Wi-Fi が間に合うかもしれないしね。あ、なんそうか、ですね。で、あとね、あ、予定入れてたんじゃ。5月26だとあれですね。27ドラゴンボートの日あ、5月？です。ああ。4週目金曜日？4週目金曜日。確かに。ドラゴンボートの前の日少ないです。確かに。だそこだけ、ちょっと別日にすればいいんじゃないですか。ですね。一応もう、基本的にはそれ入れといて、はい。で、告知するときにカレンダー作って、前の日にするか。なんで、そうですね。25日とかにするか。そうですね。それで、今ね、ちょっと、ただいしさんから、5時半でもいいですか？だって来ました。打ち合わせが。なんか予定が入ったみたいですね。
大丈夫です？いい6です日。よ。はい。5時半。じゃあ5時半からっていうことで。変更でお願いします。今月は27日の、27日ということで。じゃあ、それに向けて、あれですね、ちょっとまた集客頑張りましょう、今度そうは。ですね。うん。それも、まあ、料理どうするかとか、うん。またその前に、決めましょうか。そうですね。はい。うん、まあ、軽食のところをね。はい。わかりました。それだとあれだよな。もう飲む人もの、あ、1時間2500円でやるってことですもんね。飲むそうです人も飲ね。まない人も。はい。うん。で、30分単位でプラス1250円ですよっていうことで、最初に1杯ビール OK で、この、で、やりますよっていうことで。いいっすね。わかりました。じゃあ、これでいきましょう。はい。了解です。あと大丈夫ですか？そうですね。うん。わかりました。はい。じゃあ、はい。よろしくお願いしまはい、す。お願いします。ありがとうございまありす。がとうございました。